三脚の前を馬が猛スピードで駆け抜けます。足伏せの総目は近江八幡市の鴨神社で平安時代から続くとされる神事で、境内にあるおよそ400メートルの馬場を7頭の馬が2頭ずつ走り、トーナメント形式でその速さを競います。鴨神社は天智天皇が国営の馬の牧場を開いた場所とされ、馬の聖地として上位馬や競馬関係者の信仰を集めています。馬が砂煙を上げて駆け抜ける姿に観客からは拍手や歓声が上がっていました。大間さんの飛び石とかも当たったりもたまにしたので、迫力を直に感じることができました。